名野浜車両基地は、福岡市西区下山門に4丁目1番1号にある、福岡市交通局の車両基地である。空港線、箱崎線の車両が所属する、JR 下山戸駅に隣接している。車両検査業務及び基地施設管理は、JR 九州の関連会社である JR 九州エンジニアリング株式会社に委託されており、同社名野浜車両事業所と称している。 基本的に地下鉄空港線と箱崎線の電車の検査を担当するが、小倉総合車両センターからの受託扱いで、JR 九州303系電車、JR 九州305系電車の検査を担当することもある。1981年7月26日に室見天神館が開通した際には、まだ室見当車両基地館が未完成であった。 このため車庫に入庫する車両は、トンネルの出口から国鉄の地区線への連絡線上まで自走した後、蓄電知式の機関車 BB-1 が牽引して、地上時代の非電化の国鉄名野浜駅構内を通って車両基地に入るという方式を採用していた。1983年3月22日に、高架線上の名野浜駅まで地下鉄が開通した。 ことによりこの運用は解消されている。5年ごとに鉄道の皮付近の1日間一般公開が行われる。ありがとうございます。